皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、決断の速さは成功確率と比例する法則というお話をしていきたいと思います、えー。よくですね、決断が早い方がいいとかいうね、話はあると思いますし、私自身も決断は早い方だと思っています。で、この決断の速さと もう成功確率っていうのは相関関係にあるなというのはあの前からです、ね、感じていて、まあ、ほぼ確信なんですけどねあのデータとかも取っていたりとかして、えー、どれぐらいの感じでいくのかっていうのを、ね、見ていてクライアントさんとかのデータですよで取った時にもうね決断の速さイコールもう成功確率を正比例するっていうふうに思ったんですよ。 だから例えば決断が遅い人は成功確率がかなり減っていきますっていうのが、あのー、残念な答えになるので、まあ、そのメカニズムとどうしてそういうことになるのかっていうのを今日はちょっと読み解いていきたいなというふうに思ってます。はい、でではは本題に入りますすす、えー、決断の速さは成功確率とすと比例るいう法則なんですけど これ具体例をねお話をした方が多分分かりやすいと思うので具体例でお話をしていきます、えー、具体例で言うと例えばですね期限ってあるじゃないですかで特に決断の期限、えー、そうだな例えば講座とかね私の講座も決して安くはありませんけれども 30万とか50万とか70万とか100万とか、まあ、処類がいろいろ口座があるんですけれどもじゃあ例えば50万の口座があったとしますよねでそれっていうのは例えば初めてビジネスをやる方とか、まあ、初めてじゃないにしてもその金額を動かすっていうのはそれなりに決意がいる内容だと思うんですよ。 で私も期限を設けているし私が自分でたくさんたくさんたくさん何個もですね30万とか50万とかいろんな100万200万弱のも受けてるんですけどその時にいろいろもちろん考えることはあるんですけれども金額が大きくなればもちろん考えることはあるんですがその時の決断の速度じゃ例えば今日だったらとかよくあるじゃないですか。 ね、今日ならこの価格とか3日以内ならこの価格1週間以内ならこの価格っていうことでだいたい何か特別なフォア提案がある場合って期限があることがあるじゃないですかでこの時にですね2タイプの人がいて期限ギリギリいっぱいまで考えて考えて考えて申し込む人ともう期限言われた人 時にもうすぐに心の中で決まってる人とかはもう本当にすぐに申し込み入るまあなんならあのもう話を聞いてるうちにこれは自分に必要だ絶対にやった方がいいって思いながらとかいる時にはもう即断即決でその価格の話をする前にそれ私やるにはどうしたらいいんですかとかそれはいくらですかとか途中で聞かれるまあもうちょっとこう。 前のみででななタイプの人とかがねいらっしゃるんんすすけど主に2つなんですよもうすぐに決められるタイプの人かもう締め切りギリギリになってじゃあ例えば何日の23時59分が締め切りだったとするじゃないですかそうするとだいたい夜の21時からこの23時59のこの間にお返事をくださる方とさっきみたいにもうすぐに申し込む方たいこの2つに分かれるんですよ。で その形で例えばご購入ないしはご入会されたとするじゃないですかその方がじゃあ例えば決断が早い方を A さんとしますよね決断が割と遅めの方が B さんとしますよねで A さんはもうやろうと思ってはいって言って即断即決するんですよでこれがですねあの私も含めてなんですが A さんは必ずいつもお金がある人かっていうとそうではないんですよ それが自分にとって必要だし人生を変えるために必要だとつまり自分の未来にコミットメントできるか自分の未来を信じることができる強さがある人かどうかが実は大きな分かる目ですだからお金がなくても、えー、どうにかお金を引っ張ってくるって思ってそれがカードできるのかもしれないし まあ今結構カードで切れるじゃないですかで後でカード会社とお話して分割すればいいとかいうのもできたりとか、まあ、とにかく払うっていうことを決めるっていうことはそれに対してのリターンつまり未来の自分は必ず変わってるという確信があるから早く払えるんですよ早く払えるってうか決断できるで私そうなんですよお金がない時からこれは絶対必要未来の年に必要と思ったらう これも逸話もちょっとたまにね話をしたりするんですけれども月賞20万しかない頃に40万の口座を申し込むって2ヶ月分飛ぶわけですよ軽くね手取りからしたら4ヶ月分ぐらい飛ぶ感じだけれどもその口座をやったらきっと月賞が50万になるなぁとかまあ目論見みをするわけですよねでそのための知恵とかノウハウとか実践指針が欲しいからやるわけなんですけど でその時に、まあ、カードを切ったりしますよだって手元にお金がないから分割払い12回とかねやったりするんですよでそれはもうほぼやるって決めれば即断即決ですあの誰かに聞くっていうことはないですでなぜその誰かに聞くのをやめたかっていうと一度うちの主人はサラリーマンだったんですね当時月収30行ってないか 25まあ、それぐらい30ぐららいいだったんですよで1回だけ初めての時1回だけねあのこの講座やろうと思ってるっていうのをもうやることは決めてるんだけれども一応家族だしとか思って言っとこうかなと思って言ったら「えそんな高いの申し込むの?」って言われて「俺の1ヶ月分の給料じゃん」って言われて「えっ?」とか思って「いや私もっとも受けるつもりでやるんだけども」って思って。 あ、相談するとめんどくさいなと思って、やるって決めてるんだったら、もう自分の責任でちゃんと返すし、回収しようって決めて、もうそれ以降ね、私、相談一回もしてないですよ。うん、一回もしないということは、払えなくなる事態にしないということですよね。だって、相談してないで内緒で買っちゃってるわけだから。<laughs> だから、ドキドキでしたよ。150万円ぐらいの口座買った時に、毎月10万払っていく。 感じでこれね私何かあったらどうしようとかね <laughs> 返済止まるじゃないですかこうちょっと1年半は健康を保たないといけないわとか思ったりとかね要はそれだけの余剰金を出せるように稼ぎを増やしていかなくちゃいけないっていうのはそれなりにプレッシャーだったんですけど10万増やそうって決めたらちゃんと増やせるんですよ。 腹が座るっていうんですかねだからあの皆さんに同じようにやれとは言わないですあの結構心臓に悪いからドキドキするからでも、うん、と未来に対してコミットメントできないから迷うはめになるんですよねその講座が本当にいいと思ってで未来のために自分に必要と思うんだったらもう、ね、即断即決できるはずなんですよでこれがだから A のタイプですねで B のの方っていうのは いいろいろ調整をしますでそれがもちろん自分でお金を動かせない立場とか、まあ、大抵旦那さんですね、まあ、旦那さんに反対されるケースが多いですけれども、まあ、当たり前ですあの、なぜ旦那さんに反対されるかっていうと多分、あのその方、まあ、もしかしたらこれを、ね、聞いている方は女性の方で実際に反対されているような状態で聞いているかもしれないんだけれどもあの旦那さんを説得する熱意と エビデンス、証拠が弱いんですよ。あの、旦那さんって男性じゃないですか？あ、女性だったらどうしよう。ない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 。旦那さんは男性なんですよ。男性って理論的に判断したいので、で、それが他と比較してどうなのかとか、あ、それによってどういう成果が得られるのか、じゃ、家計に儲けたらどれぐらい入れてくれんのかとかね、なんかそういうことを知りたいわけですよ。で、そこでお前は本当にできるのかって言った時に。 分からないって言ったらダメだって言われるのは当たり前じゃないですか。だけど、まあ、嘘でもいいからっていうわけじゃないんだけど、その時のね、決意としては、やります言うてから、本当に努力してる姿を見せて、ダメだったんだっていう時に、あんまり責める旦那さんいないですよ。あの本当に努力してる姿を見てたらね。だからし、しない、してないから言われるんですよ。 そんな儲からない教室業なんてやめたらいいんじゃないかって言われてる人いっぱい聞いてますそれはやんないからですよ稼げてるか稼げてないかが問題じゃなくてやってないから言われるんですよじゃあやってないからっていうこととするとやるっていう未来に対して自信がないという言葉もよく使われる方いらっしゃるんですけれども自分の未来に自分が約束しないんですよ だから逃げ道を残すから旦那さんに報告したり、えー、とあ内緒でやるのがいいって言ってるわけじゃないですよ報告したり許可を得なくちゃいけない立場になっちゃってるんですよそれはやっぱり人生の選択の仕方なんですね私はどういう状態であっても必ず自分が決めたことは自分で責任を取るっていうのを一つのルールにしているのでちょっと30万の時には そんなん買うの?」言われましたけどいやこれは絶対に未来に、えー、この、うん、技,技術っていうかこのねメソッドは流行ることになると私は確信しているから今学んでおくんだって言い切りましたよ未来なんて分かんないですよじゃあこの講座って何だったと思いますか私がその後売り上げを800万手にした講座です何だと思います当時は まだ世の中にも認知されていななかった電子書籍を教える講座なんですよねまね、あ、最初はまず電子書籍を習う講座でその習った人たちの中から教えていいよの講座をやってるから150万になっちゃったんですけどでも800万のリターンまあその,その後ととかも合わせていったら1000万を超えてるんですけれどもその技術と技能でね。でそれは私の目は間違ってなかった。 ということになりますただその回収に3年4年ぐらいかかりましたけれどもねうんだけれどもそういうことですだからまずそこの俺の月給よりとか言われたのよりはいや私はやりきるっていうでそれを実証しているのが1個ですねであともっとさかのぼると,、えー、と会社の営業の事業部長やっていた時に年収600万だったんですよでそれを 辞めて自営にする要は、えー、教室業のコンサルタントになりたいということでまず最初にパン教室をやる自分がやらないと言えないからと思ったんで教室業がどんなに当時今はねそうでもないんですけど当時どんなに儲からないか知っててやってますだから初年度が運動、えーうん、すっごい頑張ったんだけど395万でした年商ですよ 年収じゃなくて、うん、だけれどもそれをやめるっていう話をした時にあのもうこれこれこういう事情でこういうふうにしていくから独立自衛をするっていうのを言ったら「俺が何を言っても反対をしてもやるんだろう?」って言われて「やる」って言ったら「もうそれだったら俺は何も言うことはない」って言われて一応家族なんでね実際にだって家計に影響ある可能性大じゃないですか。 だけどそれを言言っっっててやるって言ったからももう何も言う何言言ことはないっっってやっててやますだから結局旦那さんとかその周りの環境を動かすのっていうのはそのご本人がどういう人生を生きたいのかどういうふうにしたいのかっていう決意と覚悟を示すことっていうことになるんだと思うんですよ。じゃあもう一度 B さんの話に戻りますね。b さんがなぜ ギリギリまで決断できないかっていうと調整に時間がかかっている場合と自分の心が決まらない場合とかがありますで本当に私はうまくやっていけるんだろうかどうなんだろうかってねでここで考えてほしいのがそのうまくいけるかどうかっていうことで考えている段階ですでにうまくいきにくいんですよここわかりますかね 私の場合にはうまくいくという確信のもとにべて動いてるんですよ。あれっていうふうに思いますよね。確信ってことはだってうまくいかなかったらどうするんですかって言われるじゃないですか。うまくいかなかったらいかない事象を検証して潰してうまくいかせるようにまたやるんですよ。それだけです。だから行動量が多い っていうことになりますね私の場合なじゃあなぜその考え方ができてるのか営業職でドブ板で営業してたからですよ。ドブ板営業ってねあちこちいろんなとこね足で回ってアタックしてとかそういうのをやるんですよ。断られてとかねなるべく断られる確率が減るようなしかもなるべく採用したくなるようなプレゼンテーションをするっていうことはやってました。やっっててましただからががからら連動がが上いく そのう提案すすれればお願いいされるよななな営業になっていくわけけんですけどねだからこの感覚があったから動くことで何かが起こり何かが起こったことから検証をすることができて検証からまた次の新しい道を見つけることができるっていうことが体感で分かってるんですよねだからやらないとわからないことが分かってるんですよ。 ななののででやるのが先なんです。だから、そこにやるというふうに決めることに対して他の条件は後でどうにか調整すればいいっていう感じだから決断がめちゃくちゃ早いんですなので、自分の未来を信じてるしそういう未来じゃない未来が来たとしてももう一回調整して自分が望む未来に変えていくっていうそういう進め方をしていくんですねだから迷う方は自分自身を信頼してないんですよ。 うん、すぐに決められないっていうことはであと旦那さんとの関係とかお金の関係って、まあ、めちゃくちゃ本当にない時とかありますよあるけれどもどういうふうにかして算段できないかっていうのをね考えるっていうことだってありえるじゃないですか自分のカードが切れない人とかはあのー、それこそ親にね、あのー、泣きついてね虎の子出してもらったとかいう人とかいましたよ でもそれだけの思いをやってやるっていうことはその後十10倍とか15倍20倍くらいか稼げている人とかもいるのでやっぱり思いの強さが一つ大きな基準になると思うんですよね。でさらに言うとその、えっと、決断ができるっていう速さがそのまま成功確率と直結するのが。 実はギリギリに申し込んでる人とすぐに決めた人がその後の成長度合い私見てるじゃないですかでうまくいく確率儲かる確率稼げる金額が大きいも全部早く決める人ほど金額が稼げてるんですよこれ結構残酷な真実ですねあの遅い方って全てに遅いんですよ だから躊躇したりとかやっぱりそういうマインドが全てを引きずることになるんだと思うんですけれども決断しないよりは決断した方がいいんですけれどもその段階で時間がかかっている段階でうんと本,本編ちゃんと学びをやったとするじゃないですかその後も思考が変わらないからゆっくりじっくりずっと考えるんですよだから失敗が少ない から成功していかないから、成功確率がえっと減っていく短期間のです。だから時間がめちゃくちゃかかる人になるので、うん。早くどうにかね。頑張って人生変えたいとか稼いでね。金額回収したいっていう方は？ まずね、決断を早くすることができる自分になれるか、決断が早くできるっていうのは、信じる未来をつかみ取るという意志の強さが多分必要なんだろうなっていうふうに思ってます。で、これもう一つ、あの成功確率が下がる要因があるんです。まあ、逆に言うと、決断が早い人が成功要因が上がる理由があるんです。これちょっと隠れたね、理由になるんですけど。 これ何かっていうと、えー、決断が早い人は、決断が早い人が好きなんですよ。<laughs> えー、決断が早い人は、決断が早い人が好きということは、決断が早い人って、ほぼほぼ、もう100%に近い状態で、事業がうまくいってます。その決断の早さで世の中の状態を見て、今やるべきことを見て、どん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 新しいことを投下できてるからです。 ということは、その人と付き合いたかったら、自分もそのスピードに合わせていかないと、その人と付き合えないんですよ。だから、私、いろんな方とお仕事するんですけれども、私と同じような速度で考えてくれる人、動いてくれる人と好んで付き合います。あこの人遅いな、決断しないな、という人は、例えば1回は初めてだから付き合っても、2回目以降ね、お付き合いがないんですよ。うん。 だって遅いから自分の時間間取らられちゃうんですよね話待ってる間にだからパン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 って話決まる人と付き合いたいんです。ということはその人もそういうふうに動いてるから2人でまあそういうふうに動いていくから私もどんどんんうまくいってるしその人もうまくいってる。ということはねうまくいってる人って早く決断できる人としか付き合いたくないんですよ。なのでそう考えると うままくくいってる人と付き合えなくなります <laughs> 決断が遅いだけでだからさらに成功確率が減るんですよでうまくいってる人っていろんな知恵とかたくさん持ってるからそういう話とかも聞けるんですよそういう人のそばに行きたかったらそういう速度で動いてないと車輪の状態が合っていかないので <laughs> 合わないんですよだから決断が遅いだけで2倍に損していく から成功確率がめっっちゃ減っていくんでですよでその源は何かあったら思考なんですよ決断を早くするのって難しくなくって自分を信じられるかどうかと未来を信じられるかどうかで望まない未来が来ても変えようと思って動けるかどうかっていうこの辺りがポイントになってくるのであのこれは何人ものクライアントさんを見ていてわかることです。だから実は私 あのなんか初回面談とかするじゃないですかで、えー、っと例えば何かねそういう講座の面談必ずするんですよ私の場合期限あります一応3日、えー、以内でお返事くださいって言ってでこの3日ギリギリで来る方は本編も実はうまくいきにくいですよ確率論として。 これが3日以内に連絡ください言って私が出したメールに対して30分以内とかぐらいにやりますみたいな形ですぐにお返事くださる方は早いいからうまくいくんですもうねこれはほぼ私の中では100%に近い確率で区分けができちゃってるから実はもうあの講座を始める前にその人の速度でその人の成功確率が見えちゃってる状態からスタートが始まる。 されてるんですよだいたいその通りになります遅い人は仕上がりも遅いので結局チャンスを逃すケースが遅くてまあ一番残念なケースは講座の期間が終わっても終わりきらないっていうことそうすると結局成果出しようがないから結果としてお金を土分に捨てることになっちゃうんですよでそれはあのー、やっぱりね動,動いて実践して 例えばコンンサルタント、私ならコンサルタントなんですけどコンサルタントの脳みそをどれだけフル稼働させるかがお金を回収する一番いい方法なんですよだから動く人ってどんどん動くから質問がすごい多いからどんどん質問に答えていってるから修正と調整がどんどんされてっちゃうんですよねそうするともううまくいくしかないんですよだから実は入会前からもう成功確率大体見えちゃってますそそれれがのの期限に対してギギリギリであればあばるほど 実はスタート時からう,うまくいきにくい可能性を高くなってしまっているっていうところがあるのでもちろん、ね、この内容を知った上で入会後考え方変えて頑張ろうみたいなもうパッ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 パ決めて行動しようって言ったら人生変わりますだけど思考が変わらない限りは行動が変わらないのでそのスタート時点が大事なんだろうなっていうふうに感じてます。はい じゃあままとめて、ま、いきます、えー。決断の速,速さは成功確率と比例する法則つまり決断が早い人は成功確率もすごく高くなるし決断がが遅い人は成功確率どどんどん減ってきます。なのでなるべく1つのことは、えー、自分を信じて即断即決できるようにしていくようにいたしましょうということが本日の締めくくりになります。それでは、